それでは今日の問題を解いていきましょう。今日の問題は植木算です。まあ問題は100メートルの道に10メートルごとに木を植えるという簡単な問題なんですけれども、この問題を使って植木算というのをどんな風に考えればいいのかということを解説してみたいと思います。少し前に鶴亀算の問題を紹介させていただいたんですが、あれが好評だったので今度は植木算をお願いしますというリクエストをいただいたので、こんな動画を撮影しています。こんな風に、まあ、長さをですね、まあ、道のところに木を植えるみたいなことをモチーフにした問題を全体的に植木算という風に呼んでいます。まあ、言葉自体は昔からあるんですけど、よくこれも中学受験の算数の問題に使われるんですね。でこの問題、よくある参考書なんかでは3つのパターンがあってというような感じで解説しているものが多いんですけれども、まあ3つのパターンというか考え方は1つだけなので、まあ1つのきちんとした考え方を押さえてもらえればまあ大丈夫なんじゃないかなっていうような問題でもあります。この植木算というものをちょっと曖昧なところがあるんですね。ちょっと線を引っ張って図を描いてみます。まあ今回 100m なので、まあ0から100というふうに数字を振って、 10m ごとなので、まあちょっと 10m ごとの間隔を振ってみたいと思います。まあこんなふうに、線の上に区切りの位置を振ることができるわけです。まあ、中学受験を目指そうなんていう子であれば 10m の間隔がまあ10個あるということはまあ誰でもわかるわけなんですけれども、まあ、ここにこうやって木を立てていった時に、まあ、木が何本になるのかみたいな本数のことを考えるというふうになると、急に変なことになっていって、あれ何本だっけっていうふうになってしまうっていうところをついているのが植木算なんですね。ポイントっていうのは基本的には両端をどう考えるかということなんですね。これ多くの場合は問題文の中に書いてあったり、それに付随している図に書いてあったりします。そして考える時に一番大切な考え方は、木と地面をセットで考えるということなんです。これ赤で書いてるんですけど、木と地面をセットで考えるっていう考え方が分かればもう解けたも同然です。こんな風に木と地面がセットになっているという風に思ってください。こうなりますね。そうすると一番右端のところ、木がまああるのかないのかっていうのはものによるわけなんですけれども、ここもやもやしたところなんですね。右端左端で地面と本当は組み合わせたいのに、ここに木があるのかないのかよくわからないっていうのが、まあ、植木算の問題になるところなんですよね。10メートルの区間っていうのは、まあ、10個あるということはすぐわかるわけです。これはまあ100割る10ということで10ということですよね。まあ、10個の区間がありますということですね。これに対して上の図を見たらわかるんですけれども、両端に木を立てないというふうに考える。この場合って地面と組み合わせた時に右端の木の分が1本足りないですよね、地面の数よりも。なので 10-1 ということで、この場合は木は9本になります。同じように両端に木があるって考える場合は、今度は
左端のここの部分に1本地面とは組み合わせられない木を1本立てなきゃいけないわけなので11本というふうになるということで、こんなふうに両端にあるなしっていうことで1本ずつ足したり引いたりしなきゃいけないっていうことが、まあ本数を数えるのポイントになってくるわけです。ここからが多分受験とかで難しく感じてしまうところなんですけれども、道がつながっている時っていうのを考えるわけです。まあこんな風にぐるっと一周円につながっているようなことですね。こういう風になっていたら、じゃあ一周が 100m で木は何本なんだっけっていう風に考えるわけです。でこれもさっきと同じで木と地面をセットで考えるっていう風に考えると、こういう風に木と地面がまあセットで組み合わさって取っていくってことができるわけですね。そうするとぐるーっと一周取っていった時に、木と地面の組み合わせがちょうど1対1になっていて同じ数になっているっていうことを確かめることができると思うんですね。そうするとこれ道と木の本数というのが実は同じになるということで、こういう場合はぴったり、道の区間と同じになるので 100÷10 ということで10本に木がなるというようなことなんですけど、これも結局木と地面をセットで考えて端っこがどうなっているかということをただ考えてあげるだけなので、端っこがつながっているので、まあ一周つながっていたら同じ本数になるよねということを考えているだけなんですね。ここまでのことをちょっとまとめると、植木算というのは基本的には木と地面をセットで考えるということをすればいいですよということ、そして2つ目に両端ですね、両端がどうなっているのかということを考えて、まあ、1つ足したり1つ引いたりということをしてくださいということがあります。そして3番目に何があるかというと、丸くつながってたら足したり引いたりしなくていいよということがわかるわけです。ただ2番も3番も特に覚える必要はなくて、木と地面をセットで考えるということができれば自然とわかることなので、そんなに深く考えずにまずは木と地面をセットで考えたらどうなるかなって考えてみればいいと思います。これ一つだけちょっと注意した方がいいと思うのは、丸じゃなくてこんな風に長方形とかひし形みたいになっていてもぐるっと一周つながっていれば円の時と同じになるので、ぐるっと一周つながってるっていうことが大事なんだよっていう風に覚えておいてください。いかがでしょうか。植木算、鶴亀算に続いて解説してみましたが、地面と木の本数を一緒に組み合わせて考えるというポイントが抑えられていれば、どんな問題も難しくはないんじゃないかと思うので、ぜひ皆さん頑張って解いてください。この動画が気に入ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。